ローマ時代の広場から見た制度ナット教会会の文史シ,シャザダルはクロアチア西部ダルマチア地方の都市。約115キロほど南東にスプリトが位置している。紀元前9世紀頃よりイリュリア人の集落が形成されており、徐々に都市へと発展していった。前4世紀にはヤデルと称されていた。ローマが前3世紀頃より、 地中海世界の征服を本格化させ、全一世紀までにこの地を征服し、ローマ風の都市が建てられた。多くの建造物は現存していないが、中央広場付近にローマ時代の柱が残されている。地政上、カトリック世界と東ローマ世界の中間点付近に位置していたため、中世になるとフランク王国や東ローマ帝国の影響下に置かれた。その後、 10世紀よりクロアティアに編入された。12世紀後半にハンガリー王国が領有するが、1202年、第4回十字軍を事実上率いていたベネツィア共和国に占領され、町は破壊と略奪に見舞われた。その後、ベネツィアはこの地を中継地として東ローマ帝国のコンスタンティノープルを陥落させ、東地中海の商業派遣を握ることになった。 1797年ナポレオンにより、ベネツィア共和国が滅亡し、カンポフォルミオの和訳の結果、他のベネツィア領と同様に、フランスからオーストリアに譲渡された。1805年のプレスブルクの和訳では、イタリア王国の一部となる。ナポレオンの出却後は、オーストリア帝国に分配された。第一次世界大戦で、オーストリア・ハンガリー帝国が敗れたため、 新たに建国されたユーゴスラビア王国の一部となるが、1920年のラパロ条約により、イタリア王国に譲渡された。第二次世界大戦後の1947年、イタリアと連合国の平和条約で、ユーゴスラビア領となる。1991年のクロアチア独立後は、クロアチア領となる。独立に伴うクロアチア独立戦争では、セルビア軍の攻撃で、 大きな打撃を受けたが、その後復興が進んだ。ありがとうございます。